はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いします。はい、ということで、昨日は、本当すみません。デフォルトのね、iPhone。まあ、今も iPhone で撮ってるんですけど、一応、フィルミックプロっていう、もうちょっと広角に映るね、動画とか撮る用のアプリ使ってるんですけど、昨日はちょっと、専用の、じゃなくてデフォルトの、カメラアプリでね、撮って、もうタイトルもそこそこにね、ピャッと、ピャピャッと、iPhone 1台で YouTube にね、動画アップロードして、とりあえず毎日更新を、クソみたいな動画で埋めましたけど、いやー、とりあえずね、iMac ちゃんの OS アップデートは完了しましたよ。一晩経っても完了しなかった時は、冷や汗かきましたけどね。いやー、とりあえず強制終了してもう一回やり直したらうまくいきました。はい、ということでね、さっき言ったように、毎日更新がね、そろそろきつい。きついというか、ですね、まあきつい理由の一つとしては、今日やっとね、試験が終わったので、資格試験が。まあ合格してるかどうかは若干微妙なところあるんですけど、資格試験が終わって若干余裕はできたんですけど、余裕ができたことによってですね、以前声優さんのね、音声を、見てみようっていう動画を作ってみて、自分の中でも結構しっくりきたんですよね。で、その後にこう、ぐちゃんちゃちゃんとかで、こんなね、こんな漫画面白かったみたいなネタやると、やっぱりね、こうじゃねえな感があって、今後はできる限り音声解析の方の動画やってみようかなとちょっと思ってます。ただ問題がね、あれね、毎日更新きつい。まあ、ネタ探すのもそうなんですけど、解析して、今のところその日に撮って、その日に喋って、その日に上げてるんですけど、もう、ちょい考えたい中はね、ちょっと欲が出てきてね。まあ、でも、なんでしょうね。この YouTube 始めて280回目くらいかな、あれができたのが。で、まあ、いいところにたどり着いたかなっていう気はしてます。本当はね、365日毎日動画上げるってのも思ってたんですけど、まあいいの見つかったんでそっちでやっていこうかなと思います。なのでちょっともしかしたら更新ペース落ちるかもしれませんけど、申し訳ありません。できる限り上げるようにしますけどね。あ、もしかしたらなんか途中まで作ったやつペース上げるかもしれない、知れませんけど。まあご了承いただければなと思います。まあ趣味でやってるやつだから好きにしろよと思っていただけるとは思うんですけどね。別にね、これで金稼いでるわけじゃないですから。うん、まあそうですね。個人的な感想としては、こう、年末年始ね、まあちょっとコロナの状況ちょっとやばいですけど、まあ帰省して、その間ね、ストック作るのめんどくせえなと思ってたのでちょうどいいかなと思ってます。でも本当にいいタイミングでね、アニメ音楽研究室、ラジオをずっとやってきて、音声をずっと、撮って波形を見てきた私、電磁気役としては、声優さんのね、音声を解析して見てみましょうみたいなのは、いい題材見つけたかなとちょっと思ってますので、今後そういう動画はね、上がっていくのを楽しみにしていただければなと思います。はい。今回ね、ちょっとね、今後動画どうしていくかを、どういうふうに考えてるかという、なんでしょうね、ネタがないのを濁した話になって申し訳ないんですけど、楽しみにしていただけたらなと思います。あとね、ゲーム実況は、リベンジしたいんだけどね、厳しいね。ゲーム実況やるほど俺ゲーム好きじゃないことが分かってしまったよ。黙々とやるのはいいんですけどね。いや、喋ることねえなってね。いや、あれほんと才能だと思う。はい、ということで今回はですね、まあ今後のね、動画の方向性の話をさせていただきました。すいませんね、ちょっとお茶濁すような、話になってしまって、申し訳ないんですけど、まあこんな、そんな感じでね、ちょっと、声優さんのね、音声動画、作ってみようかなと思って、います。例えば同じ声優さんでキャラ違いとか、この作品で各キャラの音声の違いとかね。次はね、ちょっとこのさタイトルでってのをやってみようかなと思ってます。それでは、ご清聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。